殿お出ましだ。いやーこれはな。あのお方が三条のお屋敷へお下がりなさいます。どうにか元の体に戻りました。そうだ、あなたの父親や兄上から手厚いお見舞いをいただいた。私も陰ながらカジキとを頼みました。ご自分では祈ってくださらなかったのか。その道を極めた者の方が効き目が新たかでございましょう。あなたの言われることはいつも理にかなっている。その通りだ。だが理というものは得てして冷たいもの。都へ向かっていた。心の塞ぐ時、源氏はいつもあの春の日のことを考える。あれは何年前のことか。源氏は幼い女の子の遊んでいる姿を垣間見て足を止めた。その子の面差しには密かに恋慕う藤壺の面影があったからである。源氏はこの幼い子を若紫と呼んだ。祖母にあたる天君に礼を尽くし、時々訪れて若紫と共に過ごし、亡き母や藤壺への思いを癒していた。